時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、ジャガー・ルクルトメモボックス CALK825。1960年代自動巻き、GFSS、本品は中でも珍しい、バンパー式のハーフローターを搭載したモデルです。文字盤はシルバーのツートンカラー。バーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。中央の回転ディスクにあるマーカーで、アラームの時刻セットが可能。時間が来ると、チリジリと、機械式時計特有のアラーム音が鳴り出す仕組みです。2本目は、ジャガー・ルクルトメモボックス、ブルーダイヤル。世界初のリストアラームは、1947年に発表されたバルカンのクリケットですが、1950年に世界有数のマニュファクチュールであるルクルト社がダイヤル式のメモボックスを発表しました。1956年には世界初の自動巻きアラーム時計へと発展し、歴史に残る一品となりました。メモボックスは現在でも改良を加えながら生産され続けている人気モデルです。3本目は、ジャガー・ルクルトメモボックス、ワールドタイム。1960年代、CALK825、大ぶりのケースはゴールドフィールドで、ずっしりとした存在感があります。自動巻きの巻き上げの際、2箇所のスプリングで巻き上げ、ローターをコーンと弾く時の独特の感触は、他の時計では得難いものです。また、GGG と、レトロな目覚まし音が鳴るのはこのムーブメントならではです。めったに市場には出てこないタイムピースです。4本目は、ジャガー・ルクルトメモボックス CAL916。1970年代頃、自動巻き CAL916 はメモボックスの最終完成型キャリバーで、モンスタームーブとも言われる名機です。ケースは SS ケース。裏蓋はスクリューバック式です。放射仕上げされた上品なシルバーダイヤルには、バーインデックスと細長いバーハンドの組み合わせ。シンプルで視認性も良く、上質な雰囲気となっています。ケース径は約 37mm です。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお届けしました。